とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。今回のタワーで、これを取ると結構楽になるよっていうやつ、教えてもらいました。これ、17階の報酬で、ファントムの防具ですね。実際に使ったところ、結構楽になりました。で、注意点があるんですけども、あんまり慣れてない人は、これじゃなくって、次で出てくるハイランド、それを取った方がいいですね。ある程度慣れた人はこっちでもいいかと思います。耐久力はこっちの方が断然低いので、まあ、ある程度慣れた人は、こっちを装備するといいと思います。では、17回の報酬で、ファントムの防具、取っていきます。で、エンチャントを入れましょう。これです。臆病。HP マックスの時に、ダメージが 40%。これ、遠距離のダメージも増えます。これを入れてください。では、行きましょう。これ、普通の装備で、30%。遠距離のね、ダメージが増えるんですよ。今回は、ハープクロスボウのみで戦うような感じなので、この防具がものすごくマッチします。し、プラスで、HP がマックスの時にはさらに 40% ダメージが増えますので、かなりね、いい感じですね。ただし、軽減は全くついてないです。軽減は全くついてないので、ある程度慣れてないと、ダメージを受けやすくなってやられます。うん。あまり慣れてない人はこっちのハイランドの方がおすすめですね。はい。では、次に行きましょう。まあ、装備を取って残り3回ぐらいなので、まあ、全然慣れていってもいいかと思います。うん。あとはもうほんと弓をね、ガシガシ打っていくだけで勝てると思うので、ぜひ一度試してみてください。やっぱね、攻撃力が全然違うのよ。全然違う。まあまあ、臆病がね、結構発動がすぐ切れちゃうんだけども、まあそれだとしても、うん、全然 30% ダメージアップっていうのは強いです。敵の HP ガシガシ削るもんね。で、ボスも、倒すのが早くなります。ボスは結構 HP 高めなんで、うん、攻撃力が高い武器で削っていくと、ほんとね、すぐ終わる。早い。まあ、なくても、うん、1分はかからないとは思うんですけど、これがあると、もう全然30秒とか、それぐらいで倒すことができますね。うん。で、あとあれだね、ダメージがでかいので、矢の節約にもなるっていうところですかね。うん。全然、矢は、そこまで使わないです。やっぱり攻撃力が低いと何回もね、打ち込まないといけないので、矢が減りますもんね。はい、クリアでーす。で、商人で、ハープクロスボウね、を上げていきましょう。はい。ダメージが、1132。これプラス 30%。かける、40% か。かけるじゃないな。プラスか。なので、ダメージはね、ものすごい高いですよ。いきまーす。ボスも楽勝です。出てきたら、ドラと、虚無を入れて、あと矢を連射するだけ。という感じですね。よっしゃ。もう、すぐこんなにね、減らせるのよ。OK。ああ、いけるかと思ったんだけども、すぐにね、弱点露出させるかなと思ったけども、まあ、大丈夫です。次でね、ドラが回復するので、OK。いきます。おしまい。はい。これぐらい簡単に倒すことができます。ぜひね、試してみてください。本当にね、慣れた人はこっちの方がいいと思います。報酬を見て終わりますね。どうだ？今回意外と物がいい。エンチャはそうでもないけど。あー、
なんだろうね、連鎖反応が本当によく出る。でもレイピアか。いや、できればユニークの方が嬉しいんだ。はい、まあこんな感じですということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。